引くに引けない義理のため、10人までは仕留めたが、あとの一人を取り逃がし、死ぬに死ねない熊太郎やごろ、男持つなら熊太郎やごろ、十人殺して名を残す、河内音頭に歌われた十人斬りの物語、幕開きながらあんあんあん、不便ながら勤めましょう。すいません、寒いボラジオです。ちょっといきなりちょっと変な始まり方をしました。今日はですね、全部飛んじゃったなちょっと一回仕切り直しますね。こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、今までで一番古い殺人事件、今まで僕がこの配信で話す中では一番古い殺人事件についてお話をしたいと思います。河内十人斬り事件という事件です。今から130年前、1893年に大阪のですね、今は南河内郡というところがあって、そこに千早赤坂村という、大阪府で唯一の村があるんですけれども、ここで、大昔に起こった、10人が殺害された、大量殺人事件なんですね。で、実はこの事件、さっき引くに引けないとかやってましたが、河内音頭という、盆踊りとかに出てくる音頭ですよね、BGM というか、歌というか民謡というか、あれに長らく歌い継がれている物語なんです。なのでもしかしたらですね、皆様の中でこの今年の夏盆踊りに行ったっていう方がいらっしゃってたら、もしかしたら盆踊りですよね、地域の公園みたいなとこ、広場みたいなところにこう夜店がずらっと出て、で櫓が何メーターかな、結構櫓がどんどん立って、でそこから提灯がたくさんぶら下がってて、でその櫓の上にですね、演歌歌手みたいな人が出てきて、えいやーさーどっこいせーほいやーとか言いながらこうみんなが踊るやつですよね。で三味線弾く人とか太鼓叩く人がいて、で演目で、実はかなり有名な演目で河内十人斬りっていう、この事件を題材にした河内音頭があるんですね。なのでもしかしたら、今年もしくは過去に盆踊りに行ったことがある人はですね、この河内十人斬りの物語を聞きながら、踊っていたのかもしれないという、そんな事件なんです。でそれ以外にもですね、この事件っていうのは、実はその当時、大人気になった事件なんですね。で、それはなぜかということもちょっとおいおい話していきたいなというふうに思います。でもう一つはですね、結構この事件の舞台が僕個人に結構馴染みのある場所で起こっていまして、そんなも合わせながらお話をちょっとしていきたいなというふうに思います。すいませんね、最初の下手くそな詩吟みたいなやつですね、結構練習したんですけどあんな感じでしたね。あんな感じでこう河内音頭が始まるっていうことなんですね。そのイメージをちょっと伝えたくてやりました。事件が起こったのが今から130年前の1893年の5月です。いつということなんですけど、明治26年ですね。実はこの次の年1894年に、日本は日清戦争をやっています。でその後日
英同盟、イギリスとの同盟があって、日露戦争があって、韓国を併合して第一次世界大戦があって、で関東大震災があってみたいな風に時代は流れていくんですね。まあ、大昔の話ですね。で事件が起こった場所は大阪の千早赤坂村です。千早赤坂村がどの辺にあるって知ってる人はなかなかすごいなと思うんですけど、まあ大阪府がありまして、右に行ったら山越えたら奈良があるんですね。で南に山越えたら和歌山があるんです。で右下の方ですね、右でもない下でもない右下、南東の方に山を越えたら、まあ、奈良と和歌山と大阪の、まあ、県境があるんです。でそのあたりにですね、まあ、金剛山という、まあ、山がありまして、まあ、この辺に千早赤坂村という、まあ、大阪府唯一の村があります。この辺りで130年前に起きた事件です。で、まあ、この辺は今でも、まあ、いわゆる村って感じです。大阪から車で、大阪の市内から車で1時間もかからんのですけど、本当にこの金剛山という山がこうそびえ立ってまして、まあ、その辺りに紫霞山とかですね、葛城山とか二条山とかも、まあ、山がこう連なってるわけなんですけど、金剛山はあのロープウェイがあってですね、で、まあ、山登りとかも結構みんながよく行くところです。で実は僕はあの趣味で自転車もやってるんですね。まあ、趣味っていうか運動っていうかエクササイズみたいなことかな。まあ、ちょっと太ってしまってるんで、2週間に1回とか1週間に1回、まあ、自転車であの大阪の南の方からですね、えっちらほっちら自転車こいでですね、この、河内長野の方に行くんですね。河内長野の方に行くだけで片道1時間ちょっとぐらいかかるんですけど、で河内長野からを山の方に登っていくんです。で実は僕も金剛山自転車で登ってるんです。えちらほちら、さらに1時間ぐらい登ると金剛山の麓のロープウェイのあたりに行きます。この辺が実はあの千早赤坂村というところで、場所で言ったら奈良とか和歌山と大阪の、まあ、県境の近いあたりになります。で僕はもうそこまで登ったらですね、あとはもう自転車で山をスーッと下って、で富田林とか岸の方を出てきて、もう一回大阪の方に戻ってくるっていう、行って帰ってきて4時間ぐらいですかね。もう次の日とか、まあ、なんかその次の日ぐらいも筋肉痛になるようなコースなんですけど、まあちょっと頑張ってまあ、体型は維持できてないんですけど、まあ、ギリギリ維持するためにそういうことをやってるんです。なので僕2週間に1回ぐらいは千早赤坂村に行ってるんですよね。だからこの事件を知ってですね、調べてたら、うわ知ってる場所知ってる場所、え関心寺いつも通ってるやんとか、竹の三熊神社、あいつも行ってるところのすぐ近くやんとか、この事件 の, あのゆかりのある場所を僕はよく自転車で通ってるんですね。まあ、そんなとこで起こった事件です。あのね、どんな感じやろな、ほんま山ですね。夏場でも少し上の方まで行くとですね、ちょっとこのヒヤッとする、ヒヤッとは薄いな、温度は明らかに 3,4 度ぐらい下がる感じです。秋ぐらいにも山登ったらもうちょっとひんやりしてます。でそこから自転車で山下るとですね、登るときは半袖じゃないと暑いんですけど、下るときはなんかちょっとジャンバーみたいなウィンドブレーカーみたいな着ないと寒いぐらい、まあ、標高も結構高いとこにあります。まあ、そんな田舎町で大昔に起こった事件と、まあ、思ってください。で今からまあ事件の概要を話していくんですけども、さっき言っときますけど昔の事件なんで、なんかね全体的な倫理観がむちゃくちゃ低いんですよ。だからいろいろ話してたら引っかかるとこがあると思うんですけど、まあ、皆さんもですね、今自分の心にある倫理観を少し下げていただいてですね、倫理観を下げて聞くってどういうことやね。まあちょっと引っかかるとこが多いと思うということです。事件が起こったのは1893年の5月25日なんですけど、まあ、事件の発端はその前の年1892年の11月まで遡ります。この千早赤坂村には当時ですね、木戸熊太郎という30代前半の、まあ、博打、博徒
というのがいました。まあチンピラみたいなもんですね。半グレ、今で言うと半グレみたいな人です。まあ親の仕事の手伝いもするんですけれども、まあなかなか真面目に働かず、まあお酒とかそのまあ女性に入れ上げたりとかですね、まあそのギャンブルにのめり込んだりとかしてしまっていた男です。で実は結婚してたんですけれども、まあ別に内縁の妻がいました。ちょっと引っかかるでしょ、すでに結婚してるんですけど内縁の妻がいました。でその内縁の妻というのが、なんていう人やったかな、ぬいさんという19歳ぐらいの女の人なんですけども、まあ、この2人で暮らしてたんですね。で本妻は別にいるんですよ。でそこにですね友達がやってきました。これが松永虎次郎という男で、まあ、実はその松永家というのは、まあ、こう博打打ちの大親分、まあ、ヤクザの親分みたいな家の子供なんです。これが松永虎次郎で、まあ、知り合いでですね家に遊びに来ました。で、まあ、松永虎次郎、これ実は本名は虎吉という名前なんですけど、まあ、その後河内音頭では虎次郎というふうに名前になってたので、まあ、虎次郎というふうに呼ばせていただきます。で、まあ、熊太郎の家には内縁の妻のぬいがいて、そこにこの虎次郎が遊びに来る。で実はですねこの虎次郎とぬいが、まあ、できてしまうんですね。まあ浮気をしてしまうんです。でそれをこの熊太郎が知ってですね、ぬいに対してお前浮気しとるやろというふうに怒ってボカーンと殴るんですね。お前浮気しやがって許さんぞ、ドカーンって殴るんですね。ちょっとなんか引っかかるでしょ。浮気してもあかんけど殴るんかいと、そもそもお前本妻女にみたいになるんですけど、まあ、こんな引っかかってたらね全然ストーリー入ってこないんで、ちょっと倫理観下げて聞いてくださいっていうことです。熊太郎は内縁の妻ぬいと一緒に暮らしてた、そこに虎次郎が遊びに来て、このぬいと虎次郎が、まあ、浮気の関係になる。それに気づいた熊太郎がぬい、に対して怒って暴力を振るいます。そしたらそこにぬいのお母さんが来ます。お母さんはですね、まあ、自分の娘が殴られているのを見てですね、まあ、怒るわけですよね。熊太郎さん、あんたうちの娘に手を挙げてるけど、まあ、うちの娘も浮気するのは悪いかもしらんけど、その浮気の原因を作ったあんたちゃうのと。どういうことですか、浮気したこいつが悪いでしょと。いやそんなことないよ熊太郎、あんたこそ解消もないしょうもない男やないのっていうことを熊太郎は言われるんですね。どういうことですか、あんたなぬいと一緒に暮らすとき私に何て言った、お母さんの暮らしは俺が面倒を見る、毎月2円お母さんに払う、これでお母さんの老後は安心や、その代わりぬいは悪いけど俺と暮らさせてもらうでと。あんた2ヶ月だけ払ったけど、そっからずっとその毎月の2円払ってないやないの、もうたまりたまって25円ぐらいになってると。あんたうちの娘殴るんはええけど、殴るんやったら金払ってから殴ってくれるか、この解消なしが、まあ、みたいなことを言われるんですよね。熊太郎からしたら、まあ、自分は浮気されている、でそれを怒ったのに逆に自分が解消ないということを怒られてしまう。これにカーッと来てですね、ほならその25円払たるわということを、まあ、言うわけですよね。まあ、いろいろ引っかかると思いますけど一回置いといてください。なんか自分の娘金払ったら殴ってもいいわっていうお母さんってどういう人なんとかいうこと感じますけど、まあ一回そこは置いてください。でそう言われた熊太郎はふと思い出すんです。あ、そういえば俺人に金貸し取ったなと。でその金を貸した相手というのは、まあ実はその浮気相手の、松永虎次郎の父親、これが松永伝次郎というんですけども、まあ、富田林の方で、まあ、こう博打打ちの親分をやってたんですね。でそいつに去年の11月やったかな、去年のいついつかにその50円貸し取ったと。でこの金返してもろって、そのうちの25円を、まあ、このぬいの母親に返したろうと、まあ、いうことを思って、この松永の大親分のとこの家にやっていきます。どん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 誰や、
熊太郎ですと、まあ入り、親分すんません、急にやってきて、実は親分に貸した50円を、まあ、急で申し訳ないんですけど返してほしいんです。いや、いきなり50円返せとは言いません。25円でいいんです。半分でいいんで、ちょっと私も入りようなことあって返してもらえませんか。実は親分に50円貸した時の証文も私持ってきてます。まあ、証文っていうのは、その確かに借りましたよっていうもの、借用書みたいなもんですね。で、それをまあ見た松永伝次郎、まあ、松永の親分はですね、大親分は、まあ、熊太郎に対して、確かに俺はお前に50円借りた、あれはどこどこの賭場やったの、確かに借りた、証文もわしが書いた、でもな、あれ去年の話やろ、今年になってお前に50円返したよな。実は返してないのにこういうことを言い出すんですよね。まあ、要はこの50円っていうのは今でいう100万円ぐらいの価値があるんですけど、まあ、いきなり金返されへんし、こいついきなりこんなこと言ってくるから、まあ意地悪したろうということで、お前にはもう返してると。で、その時お前はこう言ったと。親分ありがとうございます、こんなとこで金返してもらえるって思ってませんから、私証文持ってません、家帰って証文破っときますわってお前言うたよな。お前持ってるその証文見してみ、こんなもん破ったらってビリビリビリって破られるんです。お金返してもらおうと来た熊太郎はですね、親分それはあんまりですわ、僕返してもらったら覚えてますからって言うんですね。そしたらその松永の大親分はですね、なんやお前、ほな利子が欲しいんか、利子やったらくれたるわと言って、まあそこで持ってた金属のこのパイプですよね、あのキセルみたいなやつですね、あれで熊太郎の頭をボカーンと殴りつけるんですね。なら、まあ熊太郎の頭をパクッと割れて血がビューッと吹き出して、まあ辺り一面なんか血がこう飛び散ると、そんな状況になったと。でそこにさらにやってきたのが、まあ実はその自分の内縁の妻の浮気相手、松永虎次郎です。まあそれはそうですよね、その大親分の子供が虎次郎なわけですから、なんや熊太郎やってきたんかということで、お前うちの親に何やっとんねん、お前なんかやったるわって言ってボコボコにされます。虎次郎だけじゃなくてですね、他の子分も寄ってたかって、この熊太郎をボコボコに殴る。で、まあボコボコになった熊太郎は外に放り出されるんですね。もう体中から、まあ、あの血が出まくってる、怪我しまくってるような状態です。で、まあやられた熊太郎は、まあなんとか自分の子分、これが谷弥五郎という子分がいるんですけど、まあ、その家になんとかこうたどり着くんです。どんどんどん、弥五郎開けてくれ、ガラガラガラ、熊太郎兄貴どうしたんでか、えらい怪我してますやん、ちょっと上がってくんなはれって言って上げてですね、でどないしたんですか、いや実はこれこれこうでな、こんなことがあってな、そらちょっと許せませんな、なんや松永のとこのやつ、これはもう復讐せなあきません、とは言うことになります。で、まあ、ボロボロやった熊太郎は、この弥五郎を子分の家でですね、まあ、半年ぐらい療養して、まあ、それから堺とか京都とか、で、まあ、その銃を買ったりとか、刀を買ったりとかして、まあ、武器を集めるんですね。で、もう、ニック家、松永家と、まあ、自分の内縁の妻、ヌイと、その母親に、まあ、復讐すると。この恨み晴らさずでおくべきかというやつですね。で、この復讐を誓ってですね、まあ、実は命を懸けて復讐するということで、自分の墓も作るんです。で、実はその墓は今でも残ってるそうなんですけれども、まあ、同じくこの千早赤坂村に、竹三熊神社というのがありまして、ここに今でもこの熊太郎が自作したと言われている、石の墓が残っているそうです。今度僕見に行きたいなと思ってるんですけど、で、まあ、そんなのを作ってですね、でこの子分の谷弥五郎の方もですね、家族にですね、まあ、兄貴の復讐に俺は義理を果たすんだと、まあ、兄貴とのに受けた仁義を今こそ返すんやと、俺はもう死ぬかもしれんけどみんな達者でなという、なんかこう根性の別れをしてですね、で、そこから半年後の1893年の5月25日にこの復讐を決行するわけです。で、実はこの5月25日
というのも、実はこの千早赤坂村で生まれた楠木正成という昔の武将がいるんです。まあ、歴史に詳しい人はまあよう知ってはると思うんですけど、鎌倉時代の後半ぐらいから、南北朝時代に活躍した武将ですね。後醍醐天皇に仕えた人なんですけども、まあ、その人千早赤坂村出身で、まあ、その人のゆかりのお寺が千早赤坂村に関心寺というお寺があるんですけど、まあ、そこにいろんなそのゆかりがあったりもするんですけど、その楠木正成が、まあ、最後に命を懸けて戦った湊川の戦いっていう、これ兵庫県の方で足利尊氏と戦うんです。でこれで楠木正成が死んでしまうんですけれども、まあ、この戦いが5月25日だったということで、まあ、この熊太郎は楠木正成を、まあ、ヒーローと思ってこう尊敬してたんで、まあ、この楠木正成の戦いと同じ日に俺は憎き松永家を、まあ、滅ぼす復讐をするんだということで、まあ、銃と刀を持って古文の谷屋五郎と一緒に、まあ、深夜にですね松永家に襲いかかるんです。でこの時はですね、まずその松永家の大親分の家、これ伝次郎という50歳の大親分の家に行きました。で伝次郎と伝次郎の奥さんと、2人の子供がいたんですけれども、まあ、そこを切りつけてですね、伝次郎だけ大親分だけはなんとかこう、傷を負いながら逃げたんですが、その奥さんと子供2人は、まあ、殺害されます。でさらにですね、その伝次郎の長男の家にも乗り込んでいってですね、その長男とその奥さんで、さらに 3人の子供ですね、これめっちゃちっちゃいんですね、血のみ子とかもいるんです、まだ赤ちゃんもいるんですけど、この3人の子供を次々殺害します。でその後ですね、さらにぬいという、まあ、内縁の妻とその母親が暮らしている家に乗り込んで、まあ、このぬいとその母親、あんたうちの娘殴るんやったら金返してから殴りやといった母親と、まあ、浮気をした自分の内縁の妻を殺害します。でこのぬいに対してはですね、よっぽど恨みが募ってたのか、お腹を裂いて内臓をなんかこう引き出すとか、顔の皮を剥いだとも言われています。引っかかりますよね、なんでそこまですんねんっていうふうに思うんですけど、で、まあ、実はもう一人、まあ、どうしても復讐をしたかった相手がいるんです。それが浮気相手の松永虎次郎ですね、まあ、本名虎吉なんですけど、実はこの男だけはその時宇治の方にですね、なんか仕事があって宇治に行ってたんですね、京都の宇治です。なので、まあ、難を逃れたわけなんです。で憎きこの虎次郎を、まあ、この殺害できなかったこの2人、熊太郎と谷屋五郎は、まあ、なんとかですね虎次郎が帰ってくるのを、まあ、待って復讐したかったので金剛山に逃げ込むんです。で山の中に逃げ込んで、まあ、いろんな警察300人ぐらいが来るんですけど、山狩りをするんですけど、まあ、実はこの村人たちもですね、その以前からこの松永家に対しては恨みを持ってた部分もあるので、まあ、この熊太郎と弥五郎を、まあ、ご飯を渡したりして支援をするんですね。まあ、なんですけど、まあ、2週間ぐらいこの山の中でこう警察から逃げるんですが、まあ、最終的にこれはもうどうにもならんと、まもなく捕まってまうと、まあ、いうことになって、この弥五郎がこの熊太郎を、まあ、刺して、その後銃で自分で自殺する。でその自殺のした遺体がですね、2週間後警察に、まあ、発見されたという、まあ、こういう一連の事件なんです。まあ、事件だけ聞くとですね、本当に凄惨な事件というか残酷な事件というか、もう子供も5人ぐらい殺されてしまってますし、その、まあ、奥さんはまあ浮気したとはいえですね、体を引き裂かれて内臓を引き出されて顔の皮剥がれてるということで、まあ、ただの残虐事件やんかと僕もこれ聞いた時思ったんですが、まあ、なんかこれがですね、まあ、実はその、なんだろうな、このもともとこの松永家にこうすごい恨みがこう
あってですね、熊太郎もまあひどいことをされてたと、まあ、いうようなことを、まあ、この河内音頭に仕立てた人がいるんですね。でこれが実はその当時その富田林警察署に出入りしていた人がいてですね、その人がまあその河内音頭を趣味でやってたと。でこんだけの事件があってこの話も警察からいろいろ聞くんですね。実はその熊太郎にはあのお父さんとお母さんがいて、まあ、その2人は熊太郎のことをすごい愛していてみたいな、そんななんかこう人情的なものも聞いてですね、でその辺をまあ河内音頭に載せました。でそれが道頓堀 の中座というところです。今はね食い倒れビルになってるあたりだと思うんですけれども、そこで事件から2ヶ月後ぐらいに河内音頭の、まあ、ステージとして披露されました。まあ、この語りとあと歌と三味線とか太鼓とかの音楽で、まあ、この物語をこうエンターテインメントとして仕上げていくんですよね。でこれが大人気になりまして、河内音頭の新聞読みというジャンルができる。新聞読みっていうのは漢字で新聞読みと書くんですけど、でこれが大ヒットしましてですね、で関西のあちこちの小屋でこの河内十人斬り、熊太郎と弥五郎のこの男の友情というか仁義を果たした復讐劇ということで、まあ、例えば清水の次郎長とかですね、まあ、ああいうものと一緒にですね披露されて、まあ、大人気になったというふうに言われています。なかなかね僕も正直ねこのなんかほんまにただの残虐な事件ちゃうん、どこにこうなんかこう清水の次郎長みたいなこうなんか男の絆みたいなものがあるんだっていうふうにはちょっと思うんですが、まあ、よかったらYouTube でですね河内屋菊水丸っていう人とかあと京山孔子若っていうような人たちがこの河内十人斬りを河内音頭で披露しています。まあ、よかったら見てみてください。まあ、確かにねなんかこうその時抜刀秩父旗が広がりベベベン憎き伝次郎を切り倒しベベベンみたいなのやってたら、まあ、それはそれでこう楽しいのかなというふうにはちょっと思ったんですが、僕にはちょっとあんまりねそこまでこう魅力がドストレートにはちょっと入ってこなかったんですが、まあ、大人気になって、まあ、今でもですね河内屋菊水丸とかは、まあ、たまにこの演目をやっていると、まあ、いうことだそうです。でちなみにですね町田光だったかなっていう小説家さんが告白という小説でこの物語をベースにした小説を書いて、これが谷崎潤一郎賞だったかな、まあ、なんか有名な賞も取ってるということで、まあ、それもなんかすごいなんかこう人気になった小説のベースとなった事件でもあるということだそうです。ちょっとね僕ももうちょっとこれ調べてですね実は自分にもそれなりにこうゆかりのある事件なので、また何か新しいことがあったら紹介したいなというふうに思います。そんなところかな。今日はですね、1893年今から130年前に、まあ、大阪の南の方、千早赤坂村で起こった河内十人斬り事件についてお話をしました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。